でもフミヤとは初めてだったんで、俺、お前のこと好きだよって言ったのは、なんか覚えてるっす、ね、断片的に話されてますけど、<laughs> <music> そしてお待たせしました板垣さん、何か印象的なエピソード、ありますかお待たせしてました、今、<laughs> 申し訳ないですね、<laughs> ちょっとね、全いやいや全然全然遊園地のロケもね。い,やいやそううですよね <laughs> 僕いなかったし、うん,うん、うん <laughs> <laughs> えっとそうですね、印象的なエピソード。<laughs> あるでしょ、いっぱい。ないあるでしょ。あるっけ <laughs> ああ、でも僕、そうですね、まあ、ヒオリンとはもう。ヒオリン そんな呼び方してましたっけ？初めて読んだ。ですよね。俺も、うん、初めて聞きました。よ今,、ね、今初めて読んだ。え、なんか仲いいの出した方がいいのかなと思って。うん、だってあちらにあの4度目の共演って掲げてくださってるんですよ。あどうもありがとうございます。僕が4度目の共演なんですけど、ねね、だからなんかね話すけどなんかふわなんかいつも通りのそうですね。うん、こん,んかもう出来上がっている空気感みたいなのがありましたね。そうだね。なんか新しいなんかみたいなあんまなかったよね、うん。そうです。ただあの先輩と後輩 で元カレ元カノの関係値が初めてだったので、うん、ちょっとそこは新鮮でしたね確かに確かにででもフミヤとは初めてだったんで、はい、ん図書室でねはい、はい、なんか仲良くなったというか2人でこう机座って喋っててでめっちゃいいやつじゃないですか,かめっちゃいいやつやなと思って「俺お前のこと好きだよ」って言ったのはなんか覚えてるっすね <laughs> そそうそう、うん、いやすごい今断片的に話されてますけど <laughs> あの椅子座って2人で話してたら「いや俺お前のことほんとに好きよめっちゃいいやつだな」って握手したもんねあ、うん、同い年同い年なんだよろしくよろしくドンみたいなそういう,う,いう初対面でしたねい,いい友情が芽生えた瞬間ですねでしたね,ね初対面でね,ね 初対面だったよねあれ。初対面です <laughs>、はい、どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますすごいね皆さんのチームワークの良さが伺えると思います皆さんありがとうございました